佐竹義明は、江戸時代中期の大名。では国久保田藩の第七代藩主。佐竹氏第二十五代当主。通称は、キューバ。カニは、十四し下、自重、右京大部。では岩崎藩主、佐竹義道の長男として誕生。聖母は、佐竹義長の娘、ゴン。幼名は、エンジュマル。署名は、ギ局。 原文2年3月28日、吉道の四次として八大将軍、徳川義宗に、おまみする。法暦3年9月3日、先代の久保田藩主、佐竹義兼の死去により、末期養子として、家督を相続した。同年11月1日、九大将軍、徳川家重に、おまみする。同年12月18日、14位下次重、右京大部に助任される。 法歴5年4月15日、初めてお国入りする許可を得る。法歴4年7月、昨年来の米の協作の対策として、幕府の許可のもと、銀札の発行を開始する。米の値上げを見込んだ商人らに銀札による米の買い上げを拒否されたため、銀札の打艦資金である銀製菓による買い上げに切り替え、銀札発行は事実上失敗した。法歴7年、 銀札発行をめぐり、家中で推進派と反対派の構想が激化する。推進派は、処罰されて、銀札の発行は中止される。法暦8年3月18日、久保田城において、死去、去年36。六。後、長男、吉奴が継いだ。法皇は、京音院徳願、玄光。母所は、秋田県は秋田市の天徳寺。義極時代、義明時代。 ありがとうございます。